自民党安倍派の政治資金をめぐる問題で安倍派の幹部側がキックバック分の記載がないことについて派閥や特定の議員が設けているように見せたくなかったなどと周囲に話していることが分かりました安倍派の政治団体、清和政策研究会ではパーティー券の販売ノルマを超えた収入が議員側にキックバックされ 収支報告書に記載されていない疑いがあります。その後の関係者への取材で、安倍派の幹部側がキックバック分の記載がないことについて、派閥や特定の議員が設けているように見せたくなかったなどと周囲に話していることが分かりました。東京地検特捜部は、昨日から安倍派の所属議員への任意聴取を始めていて、詳しい経緯について調べているとみられます。